どうも、もーちゃんです。今日も一緒に頑張っていきましょう。今日はすぐに使える英語で気が利く一言。まあ、例えば、頑張ってねとか、いいねとか、そういうことね、よかったね。こういうようなフレーズをすぐに使えるようになりますので、一緒に今日も最後まで頑張っていきましょう。で最短で上達できるコツは、頭で覚えないで口に覚えさせる。でそれをするためには、聞いたら、声に出す。 これがポイントですので必ずやってくださいこのレッスン後には英語で頑張ってねそういうことねいいねこういうような一言がすぐに使えるようになりますので最後まで頑張っていきましょうそれでは始めましょういいねは英語で Sounds nice Sounds nice リピートしてみましょう Sounds Sounds nice. Sounds nice. 次は見ないでリピートしてみましょう。それいいねは英語で。That's nice. That's nice. <S リピートしてみましょう。That's nice.That's nice. That s nice. <S 次は見ないでリピートしてみましょう。 それは大丈夫ですよ。は英語で。That's o k、okay. That's o、okay. k リピートしてみましょう。Okay. S okay. <S 次は見ないでリピートしてみましょう。ごめんなさいね。は英語で。I'm sorry. I'm sorry. リピートしてみましょう。I'm sorry, sorry. 次は見ないでリピートしてみましょう。「どういたしまして」は英語で「You're welcome.You're welcome you」welcome. リピートしてみましょう。 You're You're welcome you welcome 次は見ないでリピートしてみましょうそういうことねは英語で I see I see リピートしてみましょう I see I see, I see. 次は見ないでリピートしてみましょう 気にしないでねは英語で worry. Worry. リピートしてみましょう worry. Worry. 次は見ないでリピートしてみましょう大丈夫ですよ気にしないでくださいは英語で Okay, worry. Okay, worry. リピートしてみましょう okay, worry. Okay, worry. 次は見ないでリピートしてみましょう頑張ってねは英語で Good luck. Good luck. リピートしてみましょう Good luck. Good luck. 次は見ないでリピートしてみましょう。気にかけてくれてありがとうは英語で。Thanks for a s k i n g r asking. リピートしてみましょう。Thanks for asking. Thanks for asking. 次は見ないでリピートしてみましょう。 ちなみにあなたはは英語で How about you?How about you? リピートしてみましょう How about you?How about you? 次は見ないでリピートしてみましょう問題ないよは英語で No problem, no problem. リピートししてみましょう no problem. No problem. 次は見ないでリピートしてみましょう。よかったねは英語で。Good for you. Good for you. リピートしてみましょう。 good for you, good for you. 次は見ないでリピートしてみましょうそうしてくれると最高ですは英語で that would be great that would be great リピートしてみましょう that would be great that would be great 次は見ないでリピートしてみましょう 今日もこれで以上となります必ず声に出して練習をしてくださいそれでは、アディオス